ロシアによるウクライナ侵攻の影響はこんなところにも。愛知県碧南市、自宅で音楽に合わせて優雅に踊る女性。バレエの練習に励むのは梶川春奈さん18歳です。おととし9月に行われたコンクールでは全国1位の成績を収めたバレリーナの卵。夢はもちろんプロのバレリーナです。一人で練習していると思いきや、見つめる先にはロシア人の先生。実は春奈さん、今年ロシアに留学してました。その実力を認められ、おととし12月からロシアにある名門ボリショイバレエ学校へ留学を始めたのです。周りのクラスの子たちもレベルが高くて成長できる場所でした。憧れだったバレエの本場ロシアでの留学、刺激的な毎日を過ごしたといいます。友達も多く作れて、ロシア語で会話とかをしたりして、とても充実していました。しかし留学2年目を迎え、ようやく現地の生活にも慣れてきた矢先に状況は一変します。これは春奈さんのもとに在ロシア日本大使館から実際に届いたメール。危険レベル引き上げ、必要かつ急を要する用務がない場合には帰国の是非を検討されるようお願いします。2月末に始まったロシアのウクライナ侵攻。ところがロシア国内に緊張感は全くなく、日本との温度差に戸惑ったといいます。これは戦争じゃないっていうふうに言われました。周りの環境が全然変わらないので、本当なのかなっていう疑問ではありました。もう帰らないとダメなのっていうふうに言ったんですけど、しかし日本に帰国することを決断。先月4日、泣く泣く留学を中断したのです。残念だったし、辛かったです。帰国後の今はリモートでバレエのレッスンを続ける春奈さん。日本に帰ってしまったけど、ロシアにいた時みたいに頑張ってレッスン家でするのよっていう風に言われました。画面越しの練習にはこんな弊害も。直接触りながら指導していただけないので、注意していただいても分かりづらかったりとか、これでちゃんと直せれてるのかなっていうのがあります。できればロシアにもう一度戻りたいと言いますが、追い打ちをかけるようにある問題が。今はお金の振り込みとかができなくなってしまっていて、ロシアへの経済制裁の影響で日本円で授業料が払えず、オンライン授業すら受けられなくなってしまう可能性があるといいます。自分の人生がやっぱり振り回されてしまっているんじゃないかなとは思います。先月帰国してからはもともと通っていた大府市のバレエスタジオに毎週通い、練習を続けています。懐かしい感じです。少しでも、まさかこんなすぐにまたここの道を通るとは思いませんでした。たくさん人よりも練習して、で自信をつけたかったので。大勢の観客の前で華麗に舞うプロのバレリーナに心を奪われ、5歳から始めた大好きなバレエ。進路に悩みつつも慣れ親しんだスタジオで練習に没頭します。おはようございます。春奈さんは違う国への留学や日本のバレエ団への入団など、別の選択肢も視野に入れているといいます。自分が一番輝ける場所がバレエをやってる時とかなので、バレエが大好きです。バレエの熱は全然冷めないです。日本でできることはたくさんあると思いますし、これからも頑張っていきたいと思います。